自己紹介をさせていただきます。私はパク・ミカオと申します。今年私は21歳です。台北から来ました。私の家族は5人います。両親と2人、妹と私です。まだ独身です。私の会社は藤井広志郎です。兵庫県にあります。私の趣味は音楽を聴くことです。私の希望は働く日本で働きたいことです。今、ルビー学校で朝中と日本の生活中の習慣を勉強しています。そして言い訳をしないことと話することを勉強しています。社長いくらだ